モアモデルの川口ゆりなです。今日はモアジャパンの企画で旅行用のメイクポーチの中身を紹介していきたいと思います。シチューズのコントゥアパウダーの3番です。ブラシポーチなんですよね。でも全部必要で、照明をちょっと浴びてこうやってして浴びながらこうやってして、あ、ここだと思って、あ、ここ必要ってると思ってこうやって乗せたりとかしてます。ホテルのに置いてて、こうもらえるストーブですごくいいものに出会ってしまったんですよ。それではメイクポーチの中身を紹介していきますね。まずそしたら下地、これは韓国のコスメブランドジョンセンムルさんのトーンアップ3ベースです。ピンク味のある下地になっていて、トーンアップベースって聞くと結構紫とかっていう方がイメージは多いかなと思うんですけど、これはピンクで血色感もしっかりありつつ、しっかりあのほら、わかります？トーンアップちゃんとトーンアップそうしてくれるので、もう顔全体に塗るっていうよりかは、あの下地としての保湿効果ももちろんあるので、頬だったりあとはハイライトっぽくあの効果もこれだけトーンアップしてくれるので。旅行の時は荷物少なめにとか意識したりしてますか？いやでもあのコスメに関してはあまりこう妥協したくないので、結構必要なものはちゃんと全部持ってきちゃいますね。そして下地を塗ってから私はプライマー使ってますね。こちらはもう部分的に毛穴が気になるところにこのプライマーを使って毛穴レスの肌を作っております。これは韓国のものになりますね。あのレセラフィムの宮城さくらさんがステージメイクで絶対崩れないメイクみたいな感じでご紹介されてたものなんですけど、本当に崩れないです。この2つを仕込んだ後で私はジョンセンムルさんの、スキンヌーダークッションのフェアピンクというものを使ってます。これはもう5年ぐらいずっと使ってます。クッションファンデっていうと、つけたては結構綺麗なんだけど時間が経つとよれやすかったり、クッションファンデで塗るのも簡単だし、かつカバー力もあって保湿力もあって崩れ方がすごく自然で綺麗。私にとってはもうこのジョンセンムルさんのこのクッションファンデがもう私のベスコスって感じなのでそして持ち運びにもちょっと書いてるんですけど、パウダーはもう一周回って戻ってきましたというヘアメイクさん の、あのマシュマロフィニッシュパウダーです。この4つが私の肌を作っておりますね。はい、どういう肌が好きとかあります？なんかマット系がいいとか、最近の。最近はメリハリのあるこう立体感のあるこうお顔っていうのを作りたいなと思うようになって、1年ほど前ぐらいからあのハイライトを使うようになりました自分でこれは3個目か4個目ぐらいになるんですけど、全部使えるオイルだからたくさんつけすぎてもそんなになんかギラギラしすぎないし、可愛いからすぐなくなっちゃうんですよ、たくさんつけすぎちゃって照明をちょっと浴びてこうやってしていつものメイクだけど照明浴びて、浴びながらメイクする、浴びながらこうやってして、あ、ここだと思って、あ、ここ光ってると思ってこうやって乗せたりとかしてますじゃあシェーディングに行きましょうか。エチュードのコントゥアパウダーの3番です。で3番の色がもう私は断然好きなんですけど、上ばっかり使っちゃう、そこが見えてるそこが見えちゃってるんですけど、この上ばっかり私は使ってます。次はチークですね。チークはホレンコスチークカラーです。エンジェル4番、もうすごく色がとってもラブリーなんですよね。もう見てるだけで可愛い色、なんかこうベビーピンクっていう感じで、なんか赤ちゃんの血色感みたいな感じで、どんなメイクにも似合うカラーかなと思います。あとはビューラー、これはノンさんが私の目にはこのビューラーが合うって言ってくださって、このマキアージュのビューラーを買ってからはもうずっとこれです。私の目にはマキアージュ広告みたい、広告みたい私の目にはマキアージュそしてこちら、あ、待って1個忘れてました、コンシーラーがコンシーラーがホレンコスさんのコンシーラーなんですけど、
何番だ、1番ですね。これがもう私の中では本当に革命だと思ったアイテムで、スタンプみたいにもうある程度その一定時間を置いたら、その置いた場所からこのコンシーラー動かないんですよ。最初慣れるまでは時間を置きすぎちゃうとこのまま固まっちゃうんです。すごい。だからもう早く早く伸ばさないとっていうちょっと焦りが最初あったんですけども、慣れたらもう本当にこれ手放せなくて、これもベースコースですね。これで私のベースの完成です。お出かけ、お出かけ、マージャマン。そしてお次はアイシャドウパレットです。クリアのピクニックバイザーサンセット13番。結構大量のカラーのやつ持ってきますね。自分の使うカラー一つ一つを持っていくというよりか、私はもうなんか一つで済ませちゃうタイプ で、その中でもこのピンクベースのカラーで、その時は手で塗っちゃってます。ここでちょっとこちらをご紹介したいのですが、ブラシポーチなんですよね。でも全部必要で、絶対にその旅行に行くときとか家でメイクするときも絶対に使うものなんですけど、この大きいブラシとこのちょっと横から見た方がいいかな、細い固めのブラシ、まず太いブラシを使ってベースを、ベースカラーを広げて塗っていって、でこちらで固めのブラシでちょっと目尻だったりとかっていうのを締めからちょっと入れたりとかってしていきますね。このブラシはあの韓国のアイドルの方たちとかをよくメイクされてるソーク先生っていう方が開発してるオクヒーっていうブラシブランドなんですけど、こんなに細いんですよ。すごい。でここであの下まぶたの目尻側の方だったりとか締めから入れたりとかっていうのはしております。だいたいこの3つかな、この3つを使ってあのアイシャドウは塗ってます。そしてアイメイクに戻りますと、ミルクタッチの、ね、きっと使ってる方も多いかなと思うんですけど、マスカラですね、ブラックです。もうこれは本当にまつげに何なんか服着るみたいな感じでなんかこうつけまつげみたいなまつげを演出してくれるマスカラです。だからもうすごい伸びるし、なんかあの太くなるし、私ダンスやっててもこれ使ってるんですけど、ファンダにならないのでよく使っております。でそしてアイライナー、インラインの方をこのキャンメイクのクリーミータッチライナーの3番、これはダークブラウン、私は使うんですけど、そしてもう一つがブラックブラウン、ブラウンブラックかな、ヒロインメイクのリキッドアイライナーになるんですけど、これも黒でもブラウンでもないその中間のお色なんですけど、ラインはこの2つを使ってます。インラインと、あとはこの外の外側の方に伸ばすライン。そして涙袋はまず最初にこのキャンメイクのスリムシェードライナー2番を使って、あのささっとこう笑った時にできるこのここ涙袋と言われてる影の部分にこうさらっと引いていって、その後に眉毛でも使っているあのルナソルさんのこのアイブロウのこの真ん中のお色を使って、プラスこの涙袋のこのぷっくりさせたい部分にはジルリーンの涙袋ペンシル31番を使って鉛筆で絵を描いていくみたいな感じの感覚でさっ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 としていくと、なんか自然な立体感出るなと私は思っておりまして描いております。細かい、はい、涙袋細かいです。そしてこちらはリップですリップは私本当にたくさん持ってて、かつ本当に気分によってつけたい色だったり質感のものだったりがバラバラなので、結構何本か持っていっちゃうことが多いですね。本日も 1,2,3,4 本お色のあるリップがあるんですけど、一泊ですねでまずこちらは欠かせないというディオールのマキシマイザープランパーです。こちらをまず下に塗って、でここからですよ、ここからはい、こんな感じで今日はこの4本持ってきましたが、こちらはあのヒンスさんのマットなカラーです。ハングルではオルアオルアのカラー本当に可愛らしいお色なんです。こちらがこういうお色で
とってもなんかお花咲いたよみたいなチューリップって感じのこの色になるんですけど、マット系からまずご紹介しますね。こちらはケイトのリップモンスターです。これはマットタイプの03番。それこそ宮崎のお仕事で4時間生放送 のラジオの MC をして、スペース的にもメイクさんが離れたところにいなきゃいけない時で直せないし、でもやっぱり4時間生放送だから食べたり飲んだりとかするから落ちるよなって思ってたんですけど、そこで人生で初めてメイクさんがリップモンスターを私につけてくださって、私自身も話には聞いていたけど人生初めてだから、いや言うてちょっと落ちるっしょって思ってたら本当に4時間落ちなくて、そう本当にすごいってなったんですよ。でそれで買いました、ネットで。こちらもピンク味のあるお色になってるんですけど、ちょっと濃いめですね、さっきの品質に比べると。でそして YSL のこれは本当にどんなコーディネートにでも合う、顔写りがよく見える、自分の似合うカラーっていう感じのお色なんですけど、617番です。乗せてみますね。本当に自然な、わかります？なんかちょっとシア感もありつつ、なんかこうピンクすぎずオレンジすぎず赤すぎず、すっぴんにこのリップをつけても浮かないカラーですね。これはもうなんか旅行に行くときはとりあえず持って行ってます、はい。あとはこれは最近買ったリップガーディアングローラッピングティントって言って、これはツヤツヤなんですけど、ラッピングティントっていう名前の通りツヤツヤが取れないんですよ。すごいんですよ。お色はコーラル系、ちょっとピンク寄りの、このこれぐらいちゃんとツヤなんですよ。ちゃんとやっぱりこのね4つの中だとダントツでツヤツヤだと思うんですけど、これが固定されるんですね。だから本当に飲み物飲んでも食べ物食べてもこのツヤ感が残ってるんですよ。すごくないですかなのでやっぱりこう種類の違うリップをいくつか旅行先には持ってって、その日の気分だったり、なんか場所に合わせて選んじゃうことが多いですね、はい。そして私はやっぱり湿気とかでもまつげは負けたくないという気持ちがあるので、ハリウッドアイズのホットビューラーを持ち歩いております。あ、まつげちょっと落ちてきたかなっていう時に移動中だったりとか上げたりしてます、ホットビューラーです。そしてこれちょっとあれなんですけど、宮崎のお仕事でホテルに行かせてもらった時かなに、そのホテルのに置いててこうもらえる工具ですごくいいものに出会ってしまったんですよ。ちょっと見てください、これ工具とこのブラシが折りたたみで一緒になってるっていうのが私びっくりしちゃって、この櫛に出会ってしまったからには宿で、はい、宿で出会ってしまいまして、もうこれはちょっと手放せなくて、どこに売ってるのかなという気持ちでございますが、であとは香水もちょっとそのまま持ち歩いてるんですけれども、韓国で購入していてピティットベイビーという香りで、香水っぽくない香りなんですよ、伝われ柔軟剤みたいな柔らかいけどしっかりいい香り、爽やかな香りっていう感じです。はい、こんな感じですね。大量ですね。大量ですけどこれ以上はちょっと減らせないですね私の最低限のメイク、顔を作っているコスメたちです。以上になります。